このお話では東京都の男性フェイさんからいただいた秘密、山形県の女性ピエロさんからいただいた三角関係などのキーワードを参考にさせていただきました。ありがとうございます。では AKB48 の私たちの物語番外編ドラマパート1、恋の卒業式スタートです。ここは東京欅坂にある欅坂高校。卒業式を明日に控えた今泉結衣と小田奈々が教室の隅で話しています。ねえ奈々、好きな男子いるって言ってたよね。いることはいるけど、来るなら明日しかないんじゃない？え？明日？無理無理無理って、明日言わなきゃいつ言うのよ。卒業しちゃうんだよ私たち。だって恥ずかしいし、もし拒否られたら私生きていけない。でもさ、言わないと後悔するんじゃない？後悔？私たち親友でしょ。大丈夫、私が何とかしてあげるから。ゆい、ありがとう。友達っていいね。で、誰なの？ナナが好きな人って。話している二人に近寄ってきたのは同じクラスの男子、鈴本美優太郎です。よう、今泉に小田、何こそこそ話してんだよ。鈴本くん。ああ、わかった、あれだな、栗の話だろ。栗、栗はいいよな。やっぱ栗ってさ、野菜の中で一番おいしいよな。あれ、栗ってデザートで出てくるよな。ってことは栗は果物なあ、どっちかな。マロンって言うと果物で、栗って言ったら野菜とか。ないな、それはないな。あー、やべえ、栗食いたくなってきたぜ。鈴本くんなの。え、好きな人。え、今なんて言ったの？私が好きな男子は鈴本くん。え、マジで？声がでかいよ、ゆい。ごめん。驚いた。だって、私、今泉ゆいも、鈴本くんのことが大好きだったから。私の心に不協和音が鳴り響いた。やだ、私、親友の恋を応援できない。やっぱ甘いから、果物だよな。うん、そうだ。栗は果物だ。AKB48 の私たちの物語番外編第183話、恋の卒業式。今泉結衣、今泉結衣、小田奈々、小田奈々、鈴本美優太郎、鈴本美優、渋谷川先生、ナレーション山寺浩一、原案今泉結衣、小田奈々、鈴本美優、脚本北坂雅人。今日は欅坂高校の卒業式。式の前に担任の渋谷川先生が話しています。はい、皆さん、今日は卒業式。やなんか響きがいいわね。私も卒業したいわ。ダメな自分、ダメな男に貢ぐ自分、そんな自分をどこかで許してる自分、もうやだって、何言ってんのかしら。というわけで、担任である私、渋谷川から最後の言葉は、周りの人に合わせるばかりではなく、時には自分を主張しましょうってこと。みんな、周りを気にしすぎ。いいのよ、周りが何て言ったって関係ないの。私はそうやって生きてきたわよ。自分が自分らしくあるために、私たちは生まれてきたんだから、ね。いい？周りが何て言ってもいい？でも、私、今泉結衣は困っていた。どうしたらいいかな。親友と同じ人を好きになったら、あなたはどうしますか？ねえ、結衣、お願いしてもいいかな。ん？何を？やだ、鈴本くんだよ。え？夕べ一晩考えたんだよね。確かに、結衣の言う通り、私、今日、自分の気持ちを言わないと、後悔しそうな気がした。そうだよね。卒業式の後、
体育館の裏に鈴本くんを呼び出してもらってもいい？え？えってダメかな？いや、ダメなんかじゃないよ。うん、わかった。なんとかする。本当？嬉しい。ありがとう。やっぱり持つべきものは友達だよね。あー、やばい。めっちゃドキドキしてきた。そうだよね。ナナの生き生きした表情を見ていたら、いいかなって思えてきた。思えば私って周りの人が笑顔だったり幸せそうな顔をしてる時が一番嬉しいかも。いいんだ、私の恋なんかいいんだ。ナナがうまくいけばそれでいいんだ。え？卒業式終わったら？そうね、来てね、鈴本くん。体育館の裏。なんか怖いんですけど。なんだよ今泉、今ここで言えよ、話があるなら。私じゃないの、話があるのは。なんだ、そうなんだ。じゃあ、そういうことなんで。あ、ちょっと待ってよ、俺も話あったんだ。何？あのさ、俺、そのニューヨークに行くことに決めたんだ。え？ダンス、本格的にやってみようと思ってさ。向こうのスクールにダメ元で応募したら、この間、合格の通知が来て。いつかさ、ブロードウェイに出られるようになったらさ、今泉招待するからな。そんな、そんな、いつ行くの？それがさ、急なんだけど、今日の夜の便で。今夜？今泉には感謝してるよ。お前がいなかったら、俺留年してた。ありがとな、いつもノート貸してくれて。そんな、鈴本くんがいなくなっちゃう。本当にいなくなっちゃう。卒業式が終わり、体育館の裏には織田奈々、今泉由衣の姿がありました。本当に来るかな。来るって。ねえ、なんて言ったらいいかな。それはそのシンプルに。え、好きって？やばい、ダメ、そんな言えるかな。あー、恥ずかしい。言わなきゃいけないときは言わなきゃね。え？後悔しないようにしなきゃね。そうだね。わかった。頑張るよゆい。ありがとうね。ゆいのおかげで私言えるような気がする。うわー、来た。鈴本くんが来た。よう、どうした？なんか用か？二人して。あ、いや、その、あの。何？ナナが、その、話があるって、鈴本くんに。私は、その、これで。ちょっと待って、ゆい。一人にしないで。ここにいて。え？鈴本くん。ん？何？私は。私、今泉ゆいは考えていた。いいの？これでいいの？自分の気持ちを言わないままでいいの？私は、ナナにも嘘をつき、自分にも嘘をついている。あのね、鈴本くん、私。だからなんだよ。あのさ、ちょっと急ぐんだよね。じゃあ。ちょっと待って。好きです。え？そうなんです。好きなんです。私、鈴本くんのこと。ありがとう、ゆい。違うの、ナナ。私も鈴本くんのことがずっと好きで。え？マジで？マジで。おいおい、なんだよ、何がなんだか。ごめん、ナナ。なんでもっと早く話してくれなかったの？ナナと変な風になるのが嫌で。変な風になんかならないよ。全然。何も変わらない。ナナ。ゆい。ありがとう。で、おいおい、抱き合っちゃってるけどさ、俺は？呼び出された俺の立場は？不協和音を恐れて自分の気持ちを言えなかった自分。でも親友ならなおのこと、何でも話そうと思った。あー、なんかさ、アイスクリーム食べたくなった。私も。行こうか。うん、行こう。って、あ、うまい栗のアイスクリームの店知ってるけどさ、ねえ、俺も一緒に行くよ。飛行機まで時間あるし。なあ、待ってくれよ。